清宮さん当落しました。え、どっち？ストーチクラスさん、今年の全国ツアー、ストーチツアーでシティライブ初めて行くのでペンライトフリフリやコールが不安でした。え、コールしてくれるんですか？嬉しい、ありがたいですね。みんなコールってどうやって覚えてるんですか？でもなんか夢力のコール聞きすぎてちょっとみんな覚えてるみたいなとこある。最後に愛してるっていうのはしっかり覚えました。アリエルとアラジンもタートラ並みの絶叫系に改装中だって。もうそんなことになったらもう DC は本当に行けなくなっちゃう。N700 さくらさん、8月11日は高松で、え、なんだろう、これなんて読むんですか？食べて注意入ります。なんだろう、何を食べるの？ハッシーさん初見です。ハッシーさんおはようございます。はじめまして、藤井理恵です。来てくれてありがとうございます。ゆっくりしてってください。タワテラ乗れないならこの先バラエティで心配や。え、タワテラ乗れないけど、でももしディズニーのお仕事が D に来たら絶対乗る。またさ、来年さ、今年チャレンジしたいお仕事とか書くじゃん。絶対ディズニーの仕事って書こうかな。書いていいのかな、そんなの。ディズニー厳しいからダメかな。でも本当に C すごい久しぶりに行ったんだけど、 C も C で素敵でした。本当に。でもなんとなく C はやっぱ夏行くのがいい気がする。海があるからちょっと涼しめだし。あ、これうどんって読むんですね。そうなんだ。うどんって漢字あるんだ、知らなかった。くまねパパさん、妹子に3期バンジーリクエスト。やだやだ、バンジーやだ。本当にもう14人で一気に飛ぶしか無理。ヒーターしか飛べないですよ。ヒーター飛べたいって言ってたもんね。ゆりちゃん、りゅうちおはようって。おはよう、ゆりちゃん待ってたよ。ミスツーナさん、おはよう、おはようございます。ミヤティさん、絶叫系ダメなんかって。そうなんですよ、絶叫系で、ね、苦手なんですよ。でも実はでビッグサンダーまだ乗ったことなくてね、だから乗ってみたいんですよね。もうスプラッシュとスペースはよく乗ってます。スペースは割と毎回乗ってる気がします。で、あとインディ・ジョーンズもこの前昨日初めて乗りました。あとセント・オブ・ジアースも中学生の時に乗りました。センターでもインディ・ジョーンズは絶叫に入るんですかね、わかんない。例の友達には入らないって言われました。でもあれはなんかカリブの海賊とスペース・マウンテンの中間くらいな感じがする。カムニャンニャさん、本番出ちゃってはニャンニャンですね。やとおじさん、ブラックサンダーマウンテンなら乗れる。ブラックサンダーマウンテンなら乗れる。でもビッグサンダー乗れない、乗ったことない、乗れなくはない。でも乗ってみたいんですけど、なんかね、割と行くときなんかあれなんですよ、乗れなくなるんですよ、休止しちゃうんですよね。ストーチクラスさん、各地のケータリング楽しみだね。だって、確かに。でいつもケータリングママに写真送ってます。みんな8時になったら教えてください。びしょびしょになったリーチにそっと、なんだ、タオル。出し
って去っていく紳士がいたらそれはわしです」だってちょっと現れなかったので残念ですがスーさんおはよう。スーさん香川つゆと兵庫夜公演当たってます。本当ですか、嬉しい、楽しみ。ビーチも応援してくださいね。ありがとう、待ってます。槍の水博士さんおはよう、だっておはよう、おはようございます。来てくれてありがとう、藤井理恵ですゆっくりしてってください。週末から海開きなすだねって、うわえ、もう海開き早い、夏ですね本格的に。ストーチの聖地さんおはよう。高松にどうやって行こうか、当選前に宿は予約して正解であった。そうなんだ、すごいね準備が。リーピーおはようだって、牛尾田さんおはよう、赤緑さんおはよう、トトミチさんリーチのことも応援するよ。確かに、え、でもトトミチさん、そう、クルクルさんも、クルクルさんも応援してるから大変ですね。あ、8時になりました、だって8時になったみたい、8時だよだって。あ、本当だ、じゃあもう終わりにしないと。じゃあちょっと待ってね、みんなのコメントを読んで終わりにします。いけるけど平気で嘘つくから検証した方がいい、よくないやん平気で嘘つくめっちゃ困る。お祝いしてくれたら絶叫しちゃうかもなって、お祝いするね。ちょっと D 頑張って覚えておきたいと思います。定置メモ追加追加。デイジのリンク、やだこんなブサイクな顔で話し会2週間前からノーカメ、ツイッターも止めて何かあったフードキーだって。え、ほんとそんなの心配しちゃうよね。デイのこともう好きじゃなくなっちゃったのってなるし、てかそもそもあの体の心配をしてしまう。篠正樹さん、定置は話が丁寧で優しい対応がいいように。本当ですか、ですって皆さんどうですか そうなんですよ、課題をやります。今日は本当にもう終わらないと、もうね私は高校を卒業できなくなってしまうので、それだけは絶対に避けたい理事は絶対に卒業するぞそれでは壇上読みます。13位ハッピーサッピーさんありがとうございます。12位泣き殻さんありがとう。これは瀬戸内の太陽さんありがとうございます。10位渡辺さんありがとう。そして9位大ちゃんさんありがとうございます。で8位が森健銀河さん今日もありがとう。7位ハッピーサッピーさんありがとうございます。6位浦部さんありがとう。5位ルパンさんいつもありがとうございます。イシケマシンさん今日もありがとう。で3位くまるパパさんありがとうございます。そして2位がのんたんさんありがとう。そして1位はチャカチャカチャカチャンパン
マッツさんでした。ありがとうございました。みんなありがとうございます。じゃあ土曜日ゆっくりしてね。お仕事の方も気をつけていってらっしゃい。お仕事、学校、あれいろいろあると思いますけど気をつけてね。じゃあねー、おちゅーいってらっしゃい。